実は嘘、14の都市伝説。日々の仕事に追われて普通の生活を送っていたら、突然これまで信じてきたものが嘘だと言われてしまう、そんな世界。この動画では皆さんがこれまで信じてきた都市伝説の嘘を暴きます。嘘1、重力は宇宙まで届かない。重力は国際宇宙ステーションまで届いているんです。もちろん地上ほどの強いものではありませんけどね。宇宙飛行士たちはゆっくり落下していて、それがステーションと同じ速度なため浮いているように見えるんです。嘘2、ナポレオンの背は低かった。当時のフランスにおける平均身長は161センチから164センチ。ナポレオンの身長はそれよりも高かったんです。ナポレオンは丈のある帽子よりも小さめの帽子を好んだため、それが低く見えた原因だったのかもしれません。心理学者の勘違いと翻訳家のミスによって生まれた言葉がナポレオンコンプレックス。当のご本人はこの背の低さに対するコンプレックスとは無縁だったんじゃないでしょうかね。嘘3、コカ・コーラは入れ物にかかわらず中身は一緒。味を左右する要素は様々。それには触覚や嗅覚も含まれます。ですから入れ物が変われば味の感じ方も変わってしまうんです。食品科学者のサラ・リッシュ氏は、ガラス瓶が中身を変質させないのに対し、アルミ缶の内側のポリマー層がコーラの味や匂いを吸収するという可能性を示しました。コーラはガラス瓶から飲むのが美味しいと多くの人が感じる原因はこのせいかもしれませんね。ちなみに皆さんは缶と瓶どちらがお好きですか？嘘4、お店の棚に並ぶタオルは売上のため、または利便性のため、販売店はあらゆる工夫を重ねているようです。これは盗難防止のための仕掛け。タオルを買う際に店員さんを呼ぶ必要があるときはこういうことかもしれませんね。嘘5、地球は丸い。実は地球はこんな形をしているんです。地球平面説なんて、そんなバカななんて思った矢先、足元を救われてしまうかも。嘘6、ハローキティは猫。文化人類学者ヤノ・クリスティンは、過去数年にわたり文化現象としてハローキティを研究した結果、ハローキティは猫ではなく一人の独立した女の子であるという結論を出しました。ハローキティは四つ足で歩くことがなく、ペットの猫を飼っているというのがその理由なんだそうです。嘘7、ダイヤモンドは高価。ダイヤモンド市場はデビアス社の独占状態。この会社の設立者たちは1888年南アフリカのダイヤモンド鉱山を購入し、この安価な石の産出する土地を買い占めていきました。ダイヤモンド価格が高騰している理由は、全て会社のマーケティング戦略と、その経営者が金の亡者であるから、それだけなんです。嘘8、ポテトチップスの材料はジャガイモ 100%。 滑らかな丸いタイプのポテトチップスの材料として使用されるジャガイモの量はたった 40%。 残りはでんぷん、小麦粉、そして水です。これら全てを混ぜ合わせた後で形成をするんです。昔ながらのポテトチップスはスライスしたジャガイモを油で揚げているため、そのデコボコの形と食感ですぐ見分けることができます。嘘9、舗装された道路のブロックはブロック。そのブロックの正体がこれ。もちろん全ての道路がこのように舗装されているわけではありませんが、こうすることでより安価に素早く道を作ることができるんです。嘘10、成虫のガも洋服を食べる。
蛾は成虫になった後は洋服を食べたりはしません。幼虫はしますけどね。とは言っても蛾は毛皮などにその卵を産みつけ、結局そこから生まれた腹ペコの幼虫たちが服を食べ始めてしまうので要注意。嘘11、フクロウの足は短い。フクロウが頭をぐるっと270度回転させることができるのは知ってますよね。でも誰かが試しにフクロウをひょいと持ち上げてみたら、あらびっくり。嘘12、金魚の記憶力は3秒しか持たない。オーストラリアに住む15歳の生徒が、金魚の記憶力がこれまで信じられてきたよりもずっといいことを証明しました。学校での実験によって金魚が一連の記憶を最低でも6日持続させるということを示し、また簡単な問題ならば解決する力を持っていることもまた示したんです。例えば一つの目印に餌が来なかったら2つ目の目印を目指すなど。嘘13、チュッパチャップスはアメリカの会社。この世界中で有名なキャンディはスペインのバルセロナのエンリック・バルナットによって考案され、ロゴはあのサルバトール・ダリのデザイン。スペイン語でこの名前を言うときはウーの音に気をつけて。嘘14、鼻の穴の中に親指は入らない。ちゃんと入ったじゃないかって。そう、今度はこれが真っ赤な嘘。騙されちゃいましたかね。どの嘘が一番の驚きでしたか？チュッパチャップス、それともキティちゃん、他のものだったかもしれませんね。コメント欄で教えてください。高く評価ボタンを押してブライトサイドのチャンネル登録をお願いします。あ、もう親指は抜いてもらって大丈夫ですよ。